こんばんは、高助です。高助の部屋6日目、ご視聴ありがとうございます。で、前回5日目はですね、アンビリバブルスパーキーリミックスエキスパートのですね、A メロの終わるところまでやりました。今日から B メロ、ないしサビの方まで進めていきたいと思います。それでですね、はい、これ前回 A メロまでやりました。前奏がちょっとあって A メロまでやりました。今回 B メロサビぐらいまでいけたらいいなと思うんですけれども、 B メロまで A メロ前奏、前回やった時、まだ譜面が8部譜面しかなかったと思うんですよね。で、 B メロ8部までの譜面しか来ません。そこからサビ急に16部の譜面が来て難しくなります。この辺がやっぱり難易度16かなって思います。この辺ですね、まあ、本来15ぐらいの譜面だったのを、前回、踏み方の攻略で多分14ぐらいの譜面になってるはずなんですけど、今日 B メロもそういう風にやっていきたいと思うんですが、何せ6番のサビ AB、 6番7番サビ1、2がですね、かなり16部が入ってきて難しくなる譜面ですので、その辺も解説していきたいと思います。それでは、B メロから、B メロの1、2フレーズから、説明していきたいと思うんですけども、ここから、前回ですね、 A メロ最後終わるとこ真ん中のフリーズで終わりました。重心も真ん中にあります。それでですね、次、2番が来るんですけれども、真ん中のフリーズを踏んでます。で、次2番左足で踏みたくなるんですけれども、その後交互に踏むためにですね、ここ右足から入ります。ここのフリーズ長いのでですね、結構これは別に余裕があるので、これは覚えてください。右から下のフリーズ2番右から始めます。で、1回やってみます。この後ですね、フリーズで終わります。ここから右足、こんな感じです。で、今バーなしでやりましたので、バーなしの説明からします。ですね、真ん中で立ちました。こう来ました。その後ですね、ここの同調子があるんですけども、この向きですね。で、下がってきて、ここの同調子フリーズ絡むんですけども、この同調子、この向き、こうやって取らない。バウンズアップとかジャンプをしてこの向きで取らない。で、こっちで取ります。で、この時ですね、こう向いてしまうと難しいので、ここもスライスの技術を応用、つま先、前の足をレベルを高く、後ろの足をレベルを低くすることで、この近い位置、簡単にここが取れます。その後ですね、さらに移動した後、遠距離の配置があるんですけども、それ8番一歩だけです。なので、絶対8には重心を乗せない。もう全体的にこの配置は真ん中に重心があります。この一歩もこの辺の重心から当てるだけ、まあ、この距離が出てきてしまうんですけども、この5-8の距離、つま先は横の移動が強いですから、これは、前を通る足をつま先のレベルを高く、後ろの足を低く、そしてこの前後の位置、少し距離を取っておきましょう。で、8番には絶対重心を乗せない、この辺りに乗せておく、これだけ一歩通る。もう一回やってみましょうか。この2フレーズ後ですね、前のこのここのフリーズやった後ですよね。この後、長い真ん中のフリーズの後、この向き、そして前を落とす、こんな感じです。基本的に正面向きです。ここが全部このフリーズから、このフリーズから、右足で始める。これは絶対忘れない。で、こっち戻ってきて、ここの同時、これに気をつける。つま先前が高く、後ろが低い、つま先踏みであればこの近い距離を取れる。5番の右下、6番の左上、これを簡単に取れます。なので簡単に正面が取れます。その後、これですね、横は、まあ、この辺に立ってもらうと分かると思うんですけど、横は簡単です。遠いんですけど、横はつま先は強い、これを使ってきます。で、この8番が本当に1歩しか来ないので、ここに絶対重心を乗せない。
こういう譜面なかなかないと思うんですけども、アビリバルではこういう譜面がよくちょいちょいあるんですけど、ここね、今つま先のレベル、そしてそれだけではぶつかってしまうので前後を使う。今バーなしでやりましたけど、バー持ちでも一緒です。バー持ちで一回やってみます。なんか廃品回収来てますね。もうちょいなる。ここ同時で終わる。同じです。基本的に真ん中の重心に行って、まあ、最後同調子なんで、同調子の時にこっち 1P の重心に戻っていきましょう。ここはバー持ちバーなしほとんど変わりません。そして B メロの、次に行きましょう。はい、次 B メロの後半なんですけれども、今ここで終わりました。先ほどここで終わって右足で始めたんですけども、それの今度は上下対称が途中まで来ます。上下対称譜面。なので、また上から始まるんですけど、これ右足のフリーズから始まります。で、途中まで一緒なんですけど、その後、ちょっと難しい着物の渡りが来ますね。まあ、その後、1P に戻るんで、重心 1P に戻っていくんですけど、あと、先ほど下でこうやって踏んだ同助詞、上下逆になってますが、こうですね。ここの時は、前に来る足がレベルを高く、後ろに来る足がもう0でも1でもいいんですけど、低くっていうのだけ気をつけましょう。一回やってみます。同助詞からですね、1P の。この後、1P の同助詞から。右足、こんな感じなんですけども、まあ、途中までは先ほどの上下対称なんで説明はいいと思うんですけど、まあ、なるべくスライスを使ってここはやってます。でその後ちょっとひねった後にですね、6、6、4、5、3、1っていう譜面がきます。でここのクロス、逆クロスとはいえこういう開きの逆向きなんですね。それが難しいんですけども、まずバウンドアップはここは途中まで使わない。ここまでひねります。でこの時右足4番は上の方を踏む、そして前の足なのでつま先はレベルを高く、そして後ろをつける。これをつける足、これはまあ後ろなんでつま先のレベルは低く、そして大事なのはここ右足が左足より前に来て、左足が右足より前に来てる。こう見たらちょっと今普通に立っても辛い形にはなるんです。こう来ている。そして次ここはポンって出せます。3はただポンって出すとですね、これ次1番に左を持っていくのがすごい遠いです。難しいです。なのでですね、ここだけバウンズアップを使います。で6、4、5で3に行くときにバウンズアップ、これは足を交互に踏ませるためのバウンズアップではなく、まあ交互は交互なんですけど、この距離を取るため、素早く移動するためのバウンズアップです。こう来てこの勢いを、左足がここが非常に遠いです。いくらここをスライスとはいえ遠いです。これを飛ばすための3を踏む瞬間のバウンズアップ、これを使います。もう一回やりましょうか。今バーなしの説明ですね。真ん中からやりましょうか。 B メロから。こんな感じです。今軽いバウンズアップでしたけど、届かないんでやれば大きなバウンズアップでいいですね。今軽いのを使いました。こう、でバーなし、バー持ちの場合ですね、バー持ち、重心は一緒です。1P から始まりますがすぐ 2P、真ん中ですね、真ん中の重心にします。真ん中に寄ってます。しばらく真ん中の重心です。でここが来たらですね、バーなしの時はこうやって前後にすることができました。ただバーを持つとですね、体が窮屈なので、これがきついです。
なので、バー持ちの時は4番を真ん中、体をひねる。で、僕のバー持ちの説明前したと思うんですけど、この真ん中の内側の方を持ってますよね。真ん中の内側を持ってますので、高く体を上げれます。なので、この、ここですね、足の高さ。右足のレベルが高く、左足のレベルが低い。ちょっと横に並んではいるんですけど、この状態が作れます。バーなしの時は段差を作ってましたが、バー持ちの時はほとんど作らない。そしてここに出します。で、この時、並んでますから、追いかけようとすると、自分の足、バーなしの時みたいにバウンドアップしようと思って自分の足をぶつけてしまいます。なので、普通にここまで行くんですけども、この時、思いっきり右手を押してください。一気に 1P 側に重心を持ってきます。この状態、この状態、なるべく揃ってるこの状態から3を出すと一緒に、バウンドアップではないんですけれども、ここをバウンドアップはできないので、こう行く瞬間、右手をグッと押してください。もう離れるぐらい押してください。ここまでひねりました。グッと。これで 1P 側まで来て、まぁ、ちょっと 1P 踏んだら次サビに入ります。一回やってみたいと思います。その前のところからやりますね。真ん中のフリーズから。こんな感じです。移動すると同時に右手を押すので、一気に移動できます。ただ行き過ぎないようにだけ気をつけてくださいね。ここのバランスは、自分で練習してみてください。ここは、まあ、どちらかといえばここが取れるのであればバー持ちの方が楽です。ただこのひねり苦手だというんであれば前後を使って、バーなしの場合はこうやって踏む。バー持ちの場合は前後をつけずここの押す力を使う。この違いがありますね。で、この後サビに入っていきたいと思います。それではですね、サビの方、サビの1、頭の方やっていきたいと思うんですが、ここから16部の3連が、タカタンタカタンタカタンって入ってきます。で、それでですね、まず最初、サビの1フレーズ目は、左オープンサイド。これはバー持ちバーなし関係なく、左斜め向きです。で、なぜかっていうと、まず、この同調子が今、左下が来て、右下っていくんですよ。ここでこの向きを作ります。同乗手の後この向きを作って、で左オープンサイドにした理由はまずここ上左下、3、1、2ですね。これ下ろすと難しいですね。つま先踏みなんで何回見ましたこれですね。でこここのスライスを使う。でここからこのままの形をキープしたまま3連が何回かあります。こんな感じであります。でずーっとこっちに流れてきて、で8部の渡りがあるんですけど、少し遠いこうカニ渡りみたいなのがあるんですけども、これ左向きの方が楽です。左オープンサイトで行きます。その後ちょっとフリーズがあるんですけども、そこまでやってみたいと思います。まずバーなしです。フリーズで終わりました。次これが左向きが楽です。で今、2P 側に来てカニがあった後なんですけども、フリーズなんですけども、どうだっけな、こうか、5番のフリーズ、でここから始まって5番のフリーズの後4番、8番って普通に踏むと右足をこれだけ飛ばさなきゃいけないところがあるんですけども、さっき言った小技をここでも使います。で、ここ5番のフリーズの後こういう感じの順番なんですけども、まあ、最初にこれがあります。ここでですね、7、5のフリーズの次に5のフリーズを8部でスイッチします。こういう感じで、で4は正面になりますね。4が正面になります。でそうするとこういかなきゃいけないんですけど、ここまたつま先で4を取ってかかとで5に変える。その次支部の8、7、
86ですね、ここ5-5-5できて、ここ支部8部の、8部ここも空打ちになるんですけども、フリーズを入れ替えるため8部のかかと空打ち、そして8-7で次また同乗しで次のフレーズに入ります。これパワー持ち場なし両方同じです。左斜めをなんで左オープンサイトなんで、バーを持ってもバーを持たなくてもずっとこの形の向きで、髪も左を斜め向いてる方がすごい楽です。ここはバー持ちで一回やってみましょう。こんな感じです。もうここかかとでフリーズを決めていく感じですね。今サビ1の、1フレーズ目やりましたけど、次サビ1の2フレーズ目、ここは1の左右対称が途中まで来ます。なので、1の時は右オープン、あ、左オープンサイドでこう下がってきましたけれども、今度ここの同時踏んで左下と踏んだら右オープンサイドを作ります。この向きキープ、タパタン、ちょっとバンズアップ入れてタッタみたいな、こんな感じでこっちまで来ます。その後なんですけども、ここで4-5、右足で4、左足で5、右足で、7で、ここをタカ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 タンっていうのが来ます。これがフリーズ、4-5のフリーズで、上下上左下上右左下っていうタカ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 タンタンってきます。こうしたフリーズで上踏んで終わりなんですけども、これ普通に踏むとですね、こういう感じで後ろに下がって、でランダにこうやって入ります。これは難しいです、非常に。ここをまず後ろを通す、この距離、この向き、そしてこっち左を向いてる向きから右に切り返すランダ、アンビリーバブルやったことある人はここが一番の鬼門だと思うんですけれども、ここ4番を右足で踏んだら8部で左足から打ち、ちょっとバウンズアップっぽいですけど、で5番踏んだら左足でから打ち、そうすることによってこうやっていってたのがただこうやっていけます。でこれもずっと右奥サイド、右向き、右斜め向きで、その後なんですけれども、上下上、上下上、左下上、右でこうやって体を切り返してたのをずっと右向いてます。この状態、上パネルの右側、7番右側を右足でこの向きで踏む、で左足は6番下パネルをこの位置、左足、下パネルの左側浅いところ、これこの向きで右斜めを向いたまま上下上、そして左下上、右はそのまま踏めますんで、こうずっと右向きをキープ、何回もひねってたものを今回この踏み方、空打ちを入れて向きを変えないことによって楽に踏んでいこうと思います。まずやってみたいと思います。お話でいきます。サビからいきます。左向きの方から、体を何回もひねることがない。サビ1の、1パターン目、こっち向いて下がってきて、ここのカニアタリが楽になりました。グリップ小技使ってこっちに踏みます。次こう来て、こう来たの今度右斜め、右、オープンサイドから下がってきて、このフリーズスイッチを使うことによって向きを変えない、さらにここのランダ、ここの段差、斜めを使うことによってここまで簡単にひねらず踏むことができます。ここのシングルのこのランダですね、これ完全にシングルのスライスの応用なんで、まあ練習してみてください。でバーを持ってやるときも一緒ですね。重心の移動、これはランダがタカタンタンタンって続きますので、ちゃんと真ん中を経由しましょう。ダブルの、バー持ちの時はですね、なるべく 1T2T で真ん中を取らないことが多いんですけども、ここでは真ん中が多く入ってきますので、真ん中の重心も取っていきましょう。
今サビの1、2フレーズ終わりました。で、1P 側の向きを変えない、状態でランダを踏んだ右オープンサイトを作ってます。で、次なんですけれども、結構8分しかないんですけど、ややこしい譜面してまして、向きが非常に厳しいんです。この横向きに下がってくる、そしてそのまま進んでいくみたいな渡りが入ってきます。これを交互に踏むのはですね、なかなか難しいんですけれども、これバーなしで踏んだ場合、体がずっと左オープンサイト、右オープンサイトよりも左向き、右向きっていうのは向けますから、今回バーなしの場合交互に踏む、バー持ちの場合スライドを使って踏む、この2パターンを紹介したいと思います。まずバーなしの交互踏みで、やってみたいと思います。タカ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 タンの後ですから、こう向いてるところですね。で、このまま右オープンサイトから右向きに直します。こう直します。ここタカタカタカタランだと、このまま下がる、上がる、で正面に戻す、こんな感じですね。タカタカタカタランが右オープンサイトで終わったのを右向きに戻す。そうするとですね、こう下がってくる譜面が多分来たと思うんですよ。で、ちょっと難しいんですけども、ひねってまた戻っていく。その後こっちタカタタカタって入ってきた真ん中のタカタンの時に、正面右向きから一気に正面向きに戻す、ゆっくりここから来れればいいんですけど、右向きから正面向きに戻す。で、タカタンを踏んだ後ですね、難しい渡りが入ってきます。7、7、5、2、3っていう、左足から7、5、2、3っていう点が入ってきます。これまず7、5はここ置いてるからいいんですけど、7から2が遠い、これは、右向いたままでいくとこれが非常に難しいので、この手前のタカタンっていう4号の連打で正面に戻しました。ここが遠いのもあって正面に戻しました。で、ここからつま先、左足が前ですから左足の方が高くなってます。で、右足は通るために少し下げてます。この位置、ここから 1P の、下2番に下ろすんですけども、ここはもう本当に頑張って取るしかないです。ただこれを取ろうと思ってこっちに行くのは難しいです。重心までこっちに行くのは難しいです。かなり速いですから、175ありますから。なので、ここの重心をしっかり決めて、左足だけパーンとスライスの威力を使ってパーンと取ります。これ当てるだけでいいです。もう届かせるのがメインですから。で、こっから右足を 1P に持ってく、 1P 上3番に持っていくのが非常に難しいです。頑張んないとこう転んでしまうんですけども、ここにコツがあります。この状態、右足を、3番に持っていく途中で左膝を曲げます。こういう風に。で、これは近いところを踏めばいい。これ何をしているかというと、ここまで来た、こうやって取るのが難しいし、重心もこっちに行くほどの余裕がない、難しい。この時に、右足をちょっと高く上げて 1P 側に行こうとする時に左足を曲げるとですね、この状態からグッとこっちに左足を飛ばした、この斜めってる体が左足の膝を曲げることで一気に 1P 側の重心に行きます。そこでこの譜面は終わるので、この技術、やってみてください。もう一度やってみましょうか。この後ですね、右から下がる、進む、この辺で正面に戻す、で曲げる、膝を曲げることによって一気にこの重心をグッと、これが、交互踏みバーなしの踏み方です。渡りの交互踏み、これはもう難しいですし、譜面を一個一個自分でよく確認して、この向きが変わらないってことだけ覚えてれば踏みやすくなると思いますので、譜面を自分で一個一個確認してみてください。あと渡り下がるとき上がるときですね、この一直線配置1、4、5、8、これは真ん中を割らないように注意。真ん中を割らないっていうのは、真ん中すぎるところを踏むとバウンドアップが必要だし、右左間違えてると次の足が通れないですから、よくこういう風に踏んだりする人もいますけど、これただ横向いてるので
左足は上側、右足は下側を踏んでればこういけます。逆であれば右足が上側、左足が下側を踏んでればなんてことなくいけます。バーは持ってないんでね、このなんていうんですかね、フリーゾーンが多いです。これはもう本当に歩くだけです。まあ、これを使ったり膝を曲げるのを使ったりしてここは踏んでいきます。次にそれでは、スライドを使った踏み方をします。で今回バーを持ってスライドをする踏み方を紹介するんですけども、今バーなしでやった時、あの横一列の渡りが後ろに下がっていく感じ、もしくはこう前に進んでいく感じだったと思うんですけども、これをスライドを事前に使っておくことですね。バーをもちろん力を利用してバーンズアップ、この8、5、4、1、今こうやってクロスしてますけど、ここバウンドアップ、バー持ちの力を使います。8、5から思いっきり右手で押すのと同時にバウンドアップする、これを使っていきます。その逆ももう一回やります。1、4、押し踏んだ瞬間バウンドアップとともに左手で思いっきり押す、ダン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 っていう、こういうのがやります。でそれをやるためにまず右側から右斜め最初タカタカタカタなんで終わったと思うんですけども、バーなしのスライドの場合その後全部正面です。このサビの、3フレーズ目は全部正面です。バー持ちでスライドする場合、でスライドする箇所は下から右を1回スライドするとここの渡りになります。でこっち側でもその後下から左に移動するとこういう渡りになります。1回やってみましょう。この辺で終わりましたね。ランダーの後です。右向いてるのを正面に戻します。スライドバウンズアップ、スライドバウンズアップで正面で、ここ最後抜けるとこうバーなしの時はですね、これを膝を曲げてこうやって踏みましたけど、ここ簡単にあのバーの力を使います。スライスでここまで持ってくるのは同じです。で重心もちょっと 2P 寄りの真ん中にいます。この時下を踏んだら膝の力を使ってたものを、バーなしの時使ってたものをここは関係なく右手の力を使って 1P に行きます。こうですね、こういう力で行きます。ここはそんなにバー持ちの場合難しくはないです。まあ、スライドここを使ってこのバウンドアップをする、ここを使った後正面でバウンドアップをする、これを覚えておきましょう。で、基本的には全部正面向きです。ここも遠距離も正面でこう取って、でここ大事なのは右手 2P 重心から 1P に 1P 重心、まあ、バウンドアップ使う時もあの最初のサビのランダと違って一気に移動しますから、重心は、一気に 1P から一気に 2P、真ん中は経由しない、あ、経由じゃない、滞在しない、そういった重心移動で、このスライド、バンズアップを使って、スライドを使う場合にはですね、こういう踏み方をしていきます。ではサビの最後やっていきたいと思います。サビの最後はですね、またバー持ちの場合はスライド、バーなしの場合は交互でやっていきたいと思います。まずバーなしの交互からいきたいと思います。今ここで終わりました。正面向きです。この膝を曲げて踏むといったこの状態で終わりました。そしたらすぐにですね、右、完全右向きを作ります。でこの時右向きを作るときこういう移動がきますんで、ここ右足が左足よりもこっち側に手前に来る、こっちだ、こういうことですね。ここを通、まずこういう局面がきますから、ここを通りやすくします。右足が左足を遠距離通る邪魔にならない位置を取る。そしてずっとこのまま右向きに進んでいくんですけれども、一番端8番を踏んだらですね、に譜面が到達したらですね、今度思いっきり切り返して左向きになります。今度は完全な左向きですね。その後真ん中のこの着物クロスがまたあるので、そのままこう着ます。で最後こういった後にタカタッターンっていうのが来るんですけども、最後はもう正面ですね。完全な右で移動して端で切り返して完全な左になりますけれども、この同時押しが左右来ます。ここで正面向きます。ここからスライスを利用して最後
タカタンタンってきます。でこのタカタンなんですけども5、6、8スライスのお湯を、ただ、寸前まで HP 側の重心にありますからタカタンって急に行くのは難しいんですね。でこのスライス、まあ5、6はいいと思うんですよ。7踏むとき、こうやると遠いし、次上なんですよね。こっちに重心、右下の方に重心を動かしたい。で、早く動かさなきゃいけない。7、8まで、あ、失礼しました。5、6までは頑張る。5、6を踏んだ瞬間、また、左膝を曲げる。6番を踏む。この左膝を曲げることで、早く右が、8番が踏めます。そして、最後上で戻しましょう。一回やってみます。さっきここで終わったところからですね。で、この向きで始めたいと思います。こういう感じです。この高段っていうのは新しい技かもしれないですが、スライス、そして重心移動を一気に、まあ、バーナシの時の技なんですけどね、さっきの膝を落として上を届かす、これと同じ原理です。ここもここまで踏んだら左膝を落として右を右に一気に行く、そして最後フリーズじゃない上矢印で元の体勢に戻す、こういう踏み方をバーナシの時はします。次にこのサビの最後の部分、バー持ちのスライドの方法を説明します。スライドの時は先ほども言いましたけど基本的には全部正面です。でさっき、ボーンって押してここで終わりました。で左から始まるんですけども、スライドをなんかどこで使うかというと、まずここ、さっきこうやって進んでいったものを正面で、ここ近いとこですぐにここで、こっち側でなんかごちゃごちゃしますけど、これも基本的正面で取って、次ここのスライドで、さっきこうやってひねってた部分ですね、それをなくすためのスライドで、その後渡った後またどっかで交互に踏めなくなるので、下から右のスライドで、ここ同乗しが来て、なんだかんだして渡りがタカタンターンで終わりですけど、さっき膝を使ってこうやってダーナシの時は言いましたけども、 1P 側から 2P 側に移る際にですね、今度は 1P 側から 2P 側に移る重心、まあ左手でまた押すのと一緒なんですけど、それを使うんで、バーナシの時みたいに膝を曲げる必要はありません。こうこっちから移動するときに左手を押すだけ、これでいけます。一回やってみましょう。ここで終わったところからですね、ここスライドを使ってバウンズアップで渡っていきます。上で終わります。そこからスライド、左手を押す、これが、スライドを使うで、バー持ちでスライドを使う時の踏み方です。移動、膝を使って力をつけるバーなしの踏み方、押す力を使って移動するバー持ちの踏み方、ここ2種類全然違う踏み方になりますのでご注意ください。はい、今日は、6日目、B メロの1から始まって1、2、サビの1、2とやってきました。次回ですね、7日目、記念すべき1週間目ですけども、1週間目の終わりですけども、8番、9番の感想、その後最後低速になる簡単な部分ですね、サビの部分と最後地段打で終わるサビの部分、これをやって、次回7日のうちにはアンビリーバブルの、解説は終わるのかなと思います。よかったら、7日目次回もご視聴ください。6日目どうもありがとうございました。